とうございます。ありがとうございます。本日は浜町セッションへお越しくださいましてありがとうございます。2セット目なんですけれども、1曲目は、上を向いて歩こうをお届けしました。2曲目はサウンドミュージックよりマイフェイブリットシングスのアレンジをお届けしました。そうですね、こんなコロナ禍ですけれども皆様本当に今日はありがとうございます。ということで次の曲はですね、私の好きなスタンダード分離バーをお届けします。Thank you.
ありがとうございます。ありがとうございます。2曲続けてお聴きいただきました。1曲目はジャズのスタンダード、ジャズのスタンダードでもないですけど、ティファニーで朝食をより、ムーンリバー、2曲目はですね、もう結構前の話なんですけれども、2011年頃に、テレビ朝日の報道ステーションという番組でかけていただいておりました、私のオリジナル I am という曲をお届けしました。早いもので次の曲で最後になってしまうんですけれども、嬉しい、ありがとうございます。ですね、忘れちゃった次の曲で最後になるんですけれども、まあ今ですね、まあ皆様ご存知のようにコロナ禍ということで大変な世の中なんですけれども、まあそんな世の中でも先ほどね、まあ、ちょっとストリーミング、ライブストリームには載ってなかったですけれども、お誕生日の方もいて、私の周りではこのコロナ禍でも、結婚した友達もいますし、身内では、子供が生まれたりとか、まあ、悪いことばかりではないなと思い、最近あった私のいいことはさっき何かなって考えてたんですけど、そうですね、最近買った枕がすごい合うとかが最近良かったことですね。まあそんな小さな感じなんですけれども、そんな明日も皆様頑張っていけますようにという願いを込めて、ADピアフの愛の参加をお届けしたいと思います。今日はどうもありがとうございました。ピアノ学び森田でした。
ありがとうございます。ありがとうございます。いや本当に正直な話していいですかね、コロナ禍になって以来これ初めてのライブで、あれさっき言いましたっけこの話、あすごいなんかちょっと感無量です。今日はということでもう一曲お届けします。先ほどリクエストをいただきましてファーストでどうしようかなって迷った曲、宇多田ヒカルお届けしようと思います世代がバレるんですけど、世代があって別に、まあ、別に隠しても何でもないし、今年36歳です。今年36をお届けする宇多田ヒカルのオートマティック。
ありがとうございます。